ザンのこんにちは。脇汗ダラダラ飛ぶテラスペでございます。なんで脇汗かいてるかってこれだよ。もう皆さんとっくの通りご存知ですね。ペヤングソース焼きそば極激辛ファイナル。ただね、これ結構販売されてからもうそこそこ時間が経ってますから、今さらこれを普通に食べてうわ辛いってやってるやつマジクソ。俺はこれをホットケーキにしちゃうもんね。というわけでですね、僕のチャンネル普段見てくださってる方々知ってると思うんですけども、こういうね、ザ・ユーチューバー的なものには一切手を出さないんですよ。なんかミーハーっぽいし。そもそも僕辛いものがダメなんですよね。柿ピー食べたらヒーヒーいっちゃうくらい辛いものが点で食べられないので、挑戦したくてもできなかったっていうのが本音なんですけれども。だってもう今回そんな僕がこいつを手にするってことはそれぐらいもうわかるでしょ、値下げれってことですよ。なのでこれもう販売されてからもう1ヶ月もっとかな経ってますから、もういろんなユーチューバーたちが動画にしまくってて、マヨネーズ混ぜるとかヨーグルト飲むとか洗うとか、もう一通り試され尽くしてるわけですよ。そんなものをね、今更動画にして普通に食べたところで全く再生されるわけがないってことで、これ僕やってる人も見たことないんですけれども、このペヤングソース焼きそば極激辛ファイナルの本体はソースなんですよ。このソースをホットケーキミックスのあの生地に混ぜ込んで焼けば、さすがに食べられる汁物になるんじゃないかと。まあ俺本当にいろんな大手 YouTuber さんたちの動画見れば分かると思うんだけど、本当にこれやばいんだって。辛さってそもそも味じゃなくて痛覚やん。それがもう本当にもう最大限でもう痛いと。それに対してホットケーキって甘いやん。水分量めちゃくちゃ少なくて甘いスイーツホットケーキですから、さすがにそれにこうやって混ぜて焼けば痛覚としての辛さから味覚に落とすことができるんじゃないかと。というわけでこれをやれば、多分純粋に辛いとされている極激辛ファイナルがどんな味かっていうことが判明すると思うんです。今までの YouTuber たちの動画全員ね、あしかなくて、どんな味か分からなかった。俺はこれをどんな味か判明させてやる。辛いっていう味はないからね。苦いのか酸っぱいのか何かしらの味があるはずなんだ。というわけでこれまで謎に包まれていた極激辛ファイナルがどんな味かっていうことを俺がつまびらかにしてやる。では行こう。というわけで早速ホットケーキを作っていこうと思います。特別難しいことはしません。普通にホットケーキの生地を作るだけだ。うわーこれですよ。はい、こんな感じです。こんな感じですね。非常に甘い美味しそうな匂いがしております。このまま食べたらまあ普通に美味しいホットケーキですね。ただ今回はここにこちらを入れていきますと。これ迷うね、全部入れちゃっていいのか、それともちょっとずつこう継ぎ足し入れて試していった方がいいのか。いや、ここはね、男としていい作業部全部いって言うんやと思う。あ、待って、これやばいかもしんない。あ、やばいかもしんない。これいきますよ、せーの。ギャーやばい。うわ、体に悪そう。なんかこうしてみれば見かけはなんかブルーベリーとかなんかそんな感じのソースっぽく見えるんだけど、これはちょっとやばいかもしんないね。いや、まあでもホットケーキミックスの生地こんだけあるし、いい感じにこう甘さが中和してくれるんじゃないかなっていう期待を込めて、ちょっと、うわ、でも匂いやばいなこれ。あ、やばいかもしんない。これホットケーキミックスのあの甘い匂いが消えたよ。色が完全に茶色くなりました。だけどここから焼いていきたいと思います。うわ、怖いなこれ。あー、なんかすごい嫌な匂いするな。これ単純に辛くないにしてもなんか美味しい匂いじゃないんだよね。しょっぱいと甘いが混じったらまずいんだろうね、きっと。あ、でも焼くとなんかそれなりに甘い匂いが混じってきていい感じになりますね。うん、ちょっと美味しそうかもしれない。匂いだけはね。はい、焼けました。なんかパッと見はね、分からなくなった。やっぱり表面焦げつくし。これが果たしてどんな味なのかをちょっとね、試してみたいと思います。とりあえず残りの生地もまとめて焼いちゃおうかなと思います。もしこれが大変な味だった場合、これを処分しようっていう気になってしまうからね、先に全部焼いちゃいます。焼き上がりました。思ったよりたくさん焼けてしまった。これ辛かった時全部消費しきれるから大丈夫かな。で、見た感じとしてはまあほぼほぼ普通のホットケーキであって、強いて言えば周りの普通だったら白いところがめちゃくちゃ赤茶色だっていうところぐらいですかね。ちょっと今これ照明の関係もあるかもしれないけど、で早速実食していきたいと思います。いただきます。準備万端ですよ。万が一のためにホットケーキといえばっていうマーガリンと蜂蜜も用意してますのでね。これ一番ちっちゃく焼き上がったこいつを
あーやばい、なんか匂いすっげー香ばしい感じがする。あのホットケーキの匂いも確かにするし、ペヤングのソースの匂いもするんですよ。ただソースだけ変えた時のあの刺激的な匂いじゃないです。しょっぱい感じがします。いただきます。あー辛い。でも、食べられます、食べられる。あ、辛い辛いけど、動画で見たような、もう痛くて喋れないとかじゃないんですよ。ホットケーキの味も確かにするけど、めっちゃくちゃ辛い。多分辛いもの好きな人これ美味しくいただけるんじゃないかな。僕なんかは辛いもの苦手だから。あ、辛い辛いかもしれないこれ。あ、でも本当に食べられる辛さ、あ、飲み込んだ時に喉もヒリヒリする感じします。だってホットケーキよ、めっちゃくちゃ甘みがギュッてギュッてなってる甘いホットケーキでこれってことは、マジでこれペヤングとして食べたらやばいだろうねこれ。だって痛いもん今俺、やばいかもしんないこれ。辛っ。あ、ホットケーキでも中和できてないかも、やばい。見て、見えるかなこれ、今の一口だけで汗かいてんすよ。あ、なんか飲み込んだ瞬間からもうこの辺もめちゃくちゃポカポカする。これ俺全部食えるかな。ちゃんとホットケーキといえばっていうこの甘いね、蜂蜜も塗ればといい感じに食べられるんじゃないかなすごいこのこれ激辛ソースってやばい。味としてはしょっぱさですね。予言するけど多分これ後でお腹痛くなる気がします。あとやっぱり単純に味としては美味しくないですねしょっぱさが混じっちゃってるから。あー、蜂蜜とマーガリンかけてやっとホットケーキっぽくなるって感じか。あー辛いな。でも後から来るかも。さっきまだかけ始めだったのに今もうダラダラだもん汗。ほら見えてるかな、めっちゃくちゃかいてんだよ。たかだか二口で。あーやばいね。というわけで結論、ペヤングソース焼きそば極激辛ファイナルはホットケーキでも中和できませんでした。辛いものが苦手な俺が食べたらもう二口で汗ダラダラ。ちょっとなんだかんだ言ってお腹も痛くなってきてるかもしれません。ということでこれ俺全部食えるかな、あと6枚頑張りたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。